ハンガロアとは南太平洋の地理領イースター島の中心地である。人口3800人程度の村であるが、イースター島の総人口の約87%がここハンガロアに集中しており、島唯一の村でもある。また、病院、警察署や学校、市場、ガソリンスタンドなど、島民の生活に必要な主要な施設がすべて集まっている。ハンガロアとは、 イースター島の先住民の言葉、ラパヌイ語で大きなワンという意味である。エスタディオでハンガロアは約2500人収容できるイースター島唯一のサッカースタジアムである。ハンガロア周辺にはモアイ像がいくつかあり、ホテルやレストランなどもあり、観光客も訪れる。アベニーダータムテケーナ大通りはハンガロアのメインストリートでホテルやレストラン、スーパーマーケットなどがある。 この大通りは19世紀のパラヌイの王アタムテケーナの名に1988年に改明された。イースター島の港の中心で漁も盛んである。漁港にセイピーターの像がある。マタベリ国際空港はハンガロアのすぐ隣にあるイースター唯一の空港である。現在では4000人近くの人口がハンガロアにいるが1914年。 の人口はわずか250人程度だった。住民の多くは、元のイースター島のポリネシア人の血を引く者や、チリ本土やペルーからの移民である。関連サイト、ありがとうございます。